こんにちは今回は堀内恒夫選手について紹介します。投手右投げ右打ち1948年生まれ身長178センチ73キロ。堀内恒夫は1965年山梨県の甲府商業高校からドラフト1位で読売ジャイアンツ入団。1年目に新人王と沢村賞を獲得。最多勝利1回、最優秀防御率1回、最高勝率3回、沢村賞2回、ベストナイン2回、ダイヤモンドグラブ賞7回。 読売ジャイアンツブイク時代通算203勝の大エースです。当時ジャイアンツの寮長から巨人の歴代3割の一人と呼ばれ、悪太郎とのあだ名をつけられた堀内。ノーヒットノーラン達成時には、3打席連続本塁打を記録するなど、こちらも二刀流選手です。1986年に引退し巨人軍の監督として2年間指導者として貢献しました。そんな堀内恒夫選手は、多くのファンに愛され続けています。